ただいまから新型コロナウイルス感染症に関する市長臨時記者会見を始めさせていただきます。皆様、ありがとうございます。連休始まる間際の、夕刻、ご参集賜りまして本当にありがとうございます。今日は、3点ございます。1点は新型コロナウイルス感染症の患者の新たな発生についてでございます。昨日4月27日火曜日、柏崎市内において新型コロナウイルス感染症患者が新たに3名確認されました。まず市内61例目は20歳代男性会社員柏崎市居住地でございます。4月26日に咳、味覚、嗅覚障害等が出たため医療機関を受診し PCR 検査を実施し、昨日4月27日に陽性が判明いたしました。現在の症状は咽頭痛、喉が痛いということでございます。市内62例目40歳代男性会社員居住地柏崎市、4月26日に味覚障害が出現、 PCR 検査実施、4月27日昨日陽性が判明、現在症状は味覚嗅覚障害でございます。市内63例目30歳代女性無職居住地柏崎市、今ほど申し上げました市内62例目40歳代男性会社員のご家族の方であり濃厚接触者として昨日 PCR 検査を実施され、昨日夜遅くにその PCR の結果陽性が判明したところでございます。現在の症状は咳という形になっております。すでに61例目62例目の濃厚接触者等に関しましては確定、新潟県によって確定をされ、それぞれ PCR 検査が終わったり、また現在それに向けて手配が進められているというふうに報告を受けております。患者の新たな患者の発生については以上でございます。2点目は新型コロナウイルスに関係するワクチン接種についてでございます。ご承知のように柏崎市では4月23日から75歳以上の方々に対して接種券を発送し予約を始めました。予約方法は電話、インターネット、LINE による3種類、大きく分ければ電話とインターネットでございますけれども、その中で非常に電話がつながらないという、苦情が非常に多ございました。そしてまたインターネットと言われても一応ご案内でご家族のお力添えをと申し上げたところですけれども、やはりお一人暮らしの方を含めてインターネットなんかできないわというようなお話もいただきたところでございます。そこで、今朝、担当の福祉保健部、そしてまた機関義務等に指示を出して、ぜひこの状況を改善してもらいたいという声が非常に大きいということでありましたので、今朝、指示を出し、結論で申し上げますと、コールセンターのオペレーターの数を増員をさせていただきました。そしてさらに先ほどの町議で、もしインターネットの使用がわからない、ネットによる予約がわからない場合には、ご家族に改めてですけれども、お力添えをお願いしたいということと、加えて、市職員、近所に市職員がいる場合には、市職員にも声をかけていただきたいと、お手伝いをさせていただきますというような趣旨で、これからご連絡をさせていただきたいと思いますので、先ほどの町議ではないですね、本部会議、今回の新型コロナウイルスに関係する本部会議、今ほど終わったところでありますが、本部会議において私の方から、本部会の職員に対し、全町の職員に対し、もしご近所でお一人暮らし等で
75歳以上の方で予約券、接種券ですか、接種券が届いたけれども電話もつながらないしネットもやり方がわからないような もしお年寄りがいらっしゃったとするならば、お声掛けも含めてお手伝いをしてもらいたいということを、全職員に周知してもらいたいということを先ほど本部会のところでお伝えをしたところで伝えたところでございます。そういった意味でこれからまた防災無線でも流しますけれども、ぜひ皆様方もお力添え賜りまして、電話の回線は、増やしました。オペレーターの数は増やしました。またネットの、手続きに関しましては、それぞれいろいろな方々、民生委員の方々にもお願いをいたしました。そしてまた地域の方々にもお声掛けをさせていただきました。そして今ほど申し上げましたように、また市職員もお手伝いをさせていただきますのでということを、また皆様からお力添え賜れればありがたいなと、周知についてお力添え賜れればありがたいと思っております。3点目は、コロナウイルスに感染症に関しまして、先ほど新潟県の本部会議が開催されました。もちろん、接種の状況、感染の状況ですとか、もしくはワクチンの状況に対する意見交換もありましたけれども、その中で今非常に、柏崎市のみならず県内全体でも飲食店が非常に疲弊している、もう切羽詰まっている状況になっているということで、新潟県の方は、認証制度を今お考えになっているというところでございました。つまり安心して、その飲食店、楽しめる飲食店ということで認証制度をお考えになっているということも、ございましたが、私どもの方は実は、先んじてで恐縮ですけれども、案でございますけれども、今お手元にありますように柏崎市独自の認証制度ということで、昨日柏崎商工会議所の政府会頭とも相談をさせていただきまして、柏崎市、それから柏崎商工会議所双方が認証する新型コロナ対策の認証飲食店制度というものを作らせていただき、ご入店前の検温や手指消毒、店内の消毒、そして1時間半以内のご利用をお願いしたい。そして大変申し訳ないですけれども、カラオケなし、またアクリル板などによる飛沫感染予防などといった項目を連ねて、この連休明けからこの認証制度が機能できるように今最終的な詰めを行いながら、連休明けにそれぞれの飲食店に対してこういった設備、こういった体制を整えていただいているところは柏崎市と柏崎商工会議所が認証しますよと、安心してお楽しみいただけるお店ですよということを、認証するという形で、作らせていただきたいと思っております。そのことは、この連休中、連休明けから機能させていただきたいと思ってますので、この連休さなかではありますけれども、それぞれの飲食店に対してこういった制度を作らせていただくので、皆さんもご協力、お力添えをお願いしたいというふうに、ご連絡をさせていただくつもりであります。ついてはそういった制度を、また私ども今までこの1年間の中で飲食店を含めて小規模事業者に対してはマックス40万円の補助をさせていただいているわけでございますけれども、さらに今年度、今申し上げましたように一番厳しい状況にある飲食店の方々をこういった意味で応援するということで、認証制度を合わせながらさらに経済的な支援を考えておるところでございます。それを含めて今この場でお話しできないのが残念でございますけれども、なるべく早めに飲食店の方々にはそういう体制を取っていただきたい、準備をしていただきたいということで、今日この場を、でアナウンスをさせていただくものでございます。例えばでございますけれども、こんな形で今案という形で、これが全く案ですけれども、柏崎市、柏崎商工会議所認証店、案です、あくまでも案ですので、こんな形で今ほど申し上げましたように、ご入店前の検温、消毒、アクリルパネルの設置、
1時間半前以内の1時間半以内のご利用、カラオケなし、まあ、こういったものを、ぜひ徹底していただきたい、飲食店の皆様にもご協力いただきたい、そして利用者の方々にもご理解いただきたいということで、連休明けからスタートをさせていただきたいなと思っています。こういったものをお店の正面に貼って、ただ貼っているだけではなくて実際にそれが行われているかどうかということも私ども確認をさせていただきながら、この認証制度を始めさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。私の方からは以上3点の発表をさせていただきました。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問の際はお近くのマイクをご使用いただき、最初に会社名をお聞かせください。いかがでしょうか。柏崎美穂さん。柏崎美穂の田中です。お願いします。はい。感染者のことなんですけれども、東大関係というふうにお聞きしているんですが、前回発症したときに PCR 検査を100人以上の方が受けられたとかいうお話を聞いてるんですが、そういう中での、発症であるのか、またこれは新たな、まあ、なんていうんですかね、患者さんの発生なのかということをお聞きしたいんですが、はい、今回の東京電力本社ではありませんけれども、協力企業、また子会社、またそのさらなる協力企業という形の従業員の方の感染が4月21日から始まっているわけでございます。最初の4月21日の感染者の方は、居住地は十日町市でいらっしゃいました。そして勤務地が東電のサイト内、そして6号機構内という形で始まり、そこから連鎖が続いていて、本日の3名の陽性者、感染者もその関連でございます。そしてまたそのご家族であるということでございます。そして PCR 検査に関しましては、前々回でしたでしょうか、お話ししましたように、県保健所の方は濃厚接触者として判定をされた方々を当然のことながら PCR 検査をするわけですけれども、その方々から陽性が出ずに、私ども、つまり柏崎市が東電を通して関連企業に陽性をした、幅広に PCR 検査をしてもらいたいと、県による濃厚接触者の認定ではないけれども、少し幅広く PCR 検査をしていただきたいということを、東京電力を通して感染者が出た企業等にお願いをして、そこから得られた PCR 検査の結果、陽性者が出たというところでございます。今日の3名の方々はその方々の濃厚接触者ということでございますので、3名のうち2名は県の濃厚接触者関連のところはございますし、また30歳、市内63例目、女性の場合は62例目の濃厚接触者でありますが、61例目、62例目はそれぞれ県の濃厚接触者としてPCR 検査を受けたというところではありません。それぞれが勤務地は、東電のサイト内ではありますけれども、61例目62例目の方々はそれぞれが、ご自分で、味覚障害等を感じられて、それぞれ医療機関に出向かれ、そして医療機関からのご指示で PCR 検査を受けて、今回発生が分かったというところでございます。そしてそれに関しまして、実はもう皆さんご承知のように、この発表は先ほど申し上げましたように、昨日の段階で
新潟県の方は今日発表されておりますけれども、陽性であったというのが判明しているのは私どもにはもう昨日もう来ておりましたので、こういったことで東電の関係、サイト内での陽性者が連続しているということで、昨日東京電力柏崎刈羽原子力発電所の石井所長をに市役所にお越しいただいて、こういった連鎖を止めてもらいたいと、なんとか止めてもらいたい。確かに東電本社ではないけれども、子会社また協力企業またその協力企業の協力企業という形で下に行けば行くほど、なかなか横に広がれば広がるほどガバナンスは効きにくいかもしれないけれども、ここは何としてでもこの連鎖を止めてもらいたいと。そのためには例えば校内に東電は診療所を持っているわけですけど、その診療所の中にご自分たちで PCR の検査キットを設置し、そしてその検査キットを使って判定できる検査技師を用意していただいて、さらに幅広に PCR 検査を受けていただけるような体制を組むことをぜひご検討いただきたいということを私の方から所長の方には伝えました。もちろんその場で所長が分かりましたということには至らなかったわけですけど、市長がそのような話を考え方を持っているということを含めて、なんとか所長としてもこの連鎖を止めるべく対応させていただくというお返事があったところでございます。少し、お話長くなって恐縮でございます。以上です。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。新潟に新潟日報の清別です。ワクチンの関係で電話がつながらないと苦情が多かったっていう話なんですけど、まあ、件数としてはどれくらいだったんですか。私も勘定しましたけれども、1日24日、25日、26日、1日平均25、6件です。多いといえば多い、少ないといえば少ないのかもしれませんけれども、おかげさまで75歳以上の方々を対象として今すでに予約をいただいている方々は4割超えたかね、4割を超えて5割近く行っています。ただ先ほど申し上げましたように、どうしても始まった時期、つまり着いた24日とか25日とか、そういった時にはなかなか電話も混み合うのでつながらないというお声も多かったと思いますけれども、ただ昨日27日に至ってもやはり24、5件、5、6件でしょうかね、つながらないというご連絡がありましたので、やはり私どもとしては、それから直接、まあ、私のみならずうちの職員も近所のお年寄りからまさに、泣きながらみたいな感じで、電話はつながらないしネットなんかできないしどうしたらいいんだというような声を直接お聞きしましたので、できることをということで電話回線をもう今朝すぐに対応して、したというところでございます。それで今おっしゃったオペレーター増員というところなんですけれども、はい、何人から何人にしたんでしょうか。8から14人12ですね、8から12という8名だったところを4名増やして12名にさせていただいたというところでございます。すみません、もう一回確認なんですけれども、苦情の件数は24から1日ね、1日ね、はい、24から27日、1日で24から27ですか。正確に言えば30件以内ですね、はい、25から30件以内のところです。1日電話がつながらないという苦情はですよ、いろいろなお問い合わせがあります。例えば見たけども、この例えばクーポンと書いてあるけども、なんか食品の割引券みたいなクーポンなんて呼び方はけしからんというお叱りの声もありますし、シール剥がさないでくださいと書いてあるんですけども、剥がしてしまったけどどうすればいいんだとか、いろいろなお声ありますけども、
予約つながら電話がつながらないという、お叱りのお電話は1日25件から30件ほど翌日の24日から、昨日まで続いているということでございました。最後に認証制度なんですけれども、はい、これ認証するのみにとどまるんでしょうか。経済対策セットでというお考えも示されましたけど、現時点では、はい、セットで、考えております。ただいくらどういうふうな、実は新潟県さんの方もそれを考えていらっしゃるということを先ほどお伺いしましたので、私どもの方と時期はもう私どもの方が先にさせていただくんですけれども、あまりその、補助という形でダブってもおかしなものですので、違う形で私どもの方が先に補助をさせていただいて、基本的にそういったアクリル板ですとか1時間半以内のご利用ですとかカラオケなしとかということを守っていただければ、別の意味のまた補助はさせていただくと。いずれにせよ金銭を伴った飲食店の経済的支援は行いますし、独自のものを行います。詳細はまだ現状でいいんですか。そうですね、連休明けには認証店制度を皆さんにご連絡しますので、そこまでには作らせていただきたいと思っています。他にいかがでしょうか。新潟日報です。すみません、ちょっと今日の会見の内容と直接関係なくて恐縮なんですけれども、今日福井県の福井県知事、まず申し訳ないけど今日のがなかったらあれだけども、ワクチン情報で今日ので質問します。ワクチン情報課長です。23日も同じ質問したんですが、変異株についてです。まだ市内には入ってきていないという認識はどういつでよろしいでしょうか。はい、私どもが判断するわけではないわけですけれども、少なくとも新潟県の方から変異株が柏崎市内において判明したということは聞いておりません。そうしますと、この東京電力、含めて協力企業含めてたったり連続して続いているわけですけれども、移動時期と緩みの複合原因ということで受け止めさせていただいてよろしいでしょうか。基本的に先ほど申し上げましたように21日ですかね、4月の21日の、十日町にお住まいの方から、始まったわけでございますので、ご承知のように十日町市内においてはクラスター的なものが発生している、ところ、お店の名前も公表されて、クラスター的なものが発生しているというふうに承知しておりますので、そういったところから、今回東京電力関係協力企業も含めて、連鎖がついているというふうに理解をしております。協力企業 の、 その職場環境の中で、その気をつけているけれども密なものがあったとか、明らかにここは改善していただきたいことがあったとか、何かもう少し分かりやすい情報を頂戴したいと思います。それは私どもの方もなんですけれども、少なくとも基本的、先ほど申し上げましたように6号機構内という部分に全員ではございませんけれども、ある程度の共通項がある。そしてこれも全員ではないですけれども、寮にお住まいの方も複数いらっしゃるという形でしか私どもは情報を得ておりません。以前東京電力と連絡をするのだけれども、なかなかそのつながらない、素晴らしい答えが返ってこない、スピーディーな対応していただけないというかなり困っておられる状況がありましたので、それについて改善なさい。昨日も、急に、お越しいただきたいというふうにご連絡したんですけれども、所長にもすぐにお越しいただきましたし、少なくとも、ここ1週間の中ではスムースな連絡が行われているというふうに、承知しております。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では先ほど、新潟に行きます。
新潟日報です。すみません、申し訳ありません。今日ですね、福井県知事が、いわゆる原発の延長運転の関係で、国内で初めてですね、まあ、40年を超えて、まあ、運転がまあなされるということは、まあ、ほぼ確実になったというようなことはありまして、まあ、まずその市長のまあ受け止めと、いわゆるこの40年ルールに対する考え方っていうのを、ちょっと改めてお聞かせいただきたいと思います。これは再三再四申し上げていますけれども、私自身としては、国の方が原則は40年であると、特例で最大の20年の延長というふうなお話ですので、私はそのように理解をしております。その、なんていうんですかね、まあ、特例というものが、まあ、初めて認められたと、そのことについてのこう、なんていうんでしょうか、賛否といいますか、そのお考えというのはありますか。基本的に私は国が示している原則は40年であるということを支持しますし、そして特例があって、そして20年を限度にという部分も支持をしております。それ以上の部分ではありません。また以下でもありません。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。新潟日報の瀬です。今の関連でなんですけれども、市長の就任会見だったかと思うんですけど、40年ぐらいは堅持すべきだというふうにお話しされてたかなと記憶してるんですけれども、その考え変わったということなんですか。いや、それは全然変わっていません。最初から国が40年ルールということを決めているわけですので、それを基本的に守るべきであるというふうに思っています。私が守るわけではなくて、国が決めているルールですので、もし国が方向性を変えて原則は60年だとか原則は50年だと言ったならば、その段階で私なりのやはり見解は申し上げますけれども、基本的に国の方が40年を原則とするというふうに言ってらっしゃるわけですので、その方向性が今はぶれるということがまだ聞いておりませんので、基本的にそれは堅持されるべきものだろうというふうに考えております。はい、他にいかがでしょうか。はい、たびたび申し訳ありません、ちょっと聞き忘れました。柏崎刈原発ではいわゆる1号機が一番古くてですね、2025年に、まあ、40年運転開始から40年を迎えるという状況で、まあ、あと4年ということになっておりますが、市長としては今のところ1号機の、まあ、延長運転に対する考え方、もしくは廃炉関しての考え方っていうのを改めて。ありません。未だその計画も出てきておりませんし、東京電力並びに国の方が1号機をどうするという方向性出ておりませんので、私としてはその特定の号機に関して私自身の見解を持ち合わせてはおりません。早く出してほしいとかそういう思いも。いや、私が申し上げているのは7つすべてを運転するということは私は認めないというふうに申し上げているわけですし、徐々に確実に減らしていくべきであるというふうに申し上げているわけですし、再稼働すべきものは再稼働するということも申し上げているわけですので、その中で東京電力さんがどのように判断されるかということであります。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして市長臨時記者会見を終了させていただきます。なおこの後につきましてはしばらくの間危機管理官、福祉保健部長、産業振興部長が対応をさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。